何したば？大きくなったら母さんと結婚する。まあ嬉しいでも難しいかな。そうだよ、女の人同士じゃ結婚できないんだよ。それもそうだけど、親子で結婚するのは難しいかな。じゃあお母さんと一緒にレストランやる。だってずっと一緒にいたいんだもん。うーん、嬉しいな。若葉もやる。ああ、じゃあみんなでレストランやろっか。イエーイ。お母さん料理上手だもんね。約束だよ。いいよ、約束しよう。はい、約束。指切りゲーム。おい、お父さん。はい、一緒に帰ろう。お父さんも絶対一緒にいようよ。え、もうもうずっと一緒な、うん、お父さん大好き。歌はお父さんが大好き。お父さんはみんな大好き。お母さんはみんな大大大大大好き。なんかわかんないけど帰るぞ。帰るぞ。なんて言ってたのは昔の話。あれからしばらくして夫は事故で亡くなった。よいしょ。はい、おはよう。上の娘は高校を出てから一人暮らし、下の娘と私はこの家で二人暮らし。シングルマザーになって12年。両親がいて家族全員が毎日笑顔でいられたら何の問題もないんでしょうが。ママ起きなさい。ああ、もうほら起きた、早く起きなさい。まったく毎日毎日。ダイナもうるさいな。起きなさい。タマ、起きろ。だくもう、もうたくもう起きなさい。ほら、もうすぐ高校生だっていうのに。まったく、ほらもう早く起きなさい。明日はそうやって起きないんだ。じゃあこれだね。起きろ、起きろ。もう早く起きなさい。おはよう。おはようは。おはようって何？おはようって。はい。マジか。はい、お弁当。ありがとうとかないわけ？たくもん、人に感謝するのは常識でしょ。入らないでって。起きないから入るんでしょ。言いたいことがあったら口で言って。口で。30分ぐらい歩いていきなさい。よいしょ。ダメです。フラノ。だくもう本当に、ああちょっと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 。いつ飯に出荷予定分焼き終わりました。じゃあ次箱詰めお願いします。はい、わかりました。
んだけど、パッションとシマレモンどっち先作ったらいい？ねえ、どっちどっちどっち？だから、副主任と呼びなさい。なんで？3人しかいないじゃん。いつみさんがそうしたいって言ってるのを合わせてあげて。はーい。キャラモノはもう卒業かな。クールだねこんにちは。こんにちは。あ、今日パートだからさ、あの晩ご飯作っといたからちゃんと食べといてね。一人で悪いんだけど、あとあのシンクにあのお弁当箱ちゃんと水につけといてね。忘れないでね。 あとプリントもね、出しといて。うっざ。あ、これなら可愛いかも。今なんつった？いいじゃんこれ。親にそんな言い方ないでしょ。ルタバ、加減にしなさい。こら、待て待て待て。こんにちは。あ、こんにちは。こら待て。反抗期ね。そう、完璧に反抗期。顔も見ない、話も聞かない、喋らない、見ざる聞かざる言わざる娘だ。でも虫ぐらいでまだいいじゃない。うちの娘なんかさ、パンチで壁にあんなボッコボコだったからね。ない荒れてたね、うん、でもさ、就職したらケロッとなくなって。反抗期なんてどこにでもある話よ。でもさ、うちの娘に何かあったらシングルで育ててきたせいかなとか思っちゃうんだよね。あんたも飲む？うん、サボってらんないから。一杯ぐらいならいいんじゃない？一杯ぐらいいっか。早いな。反抗期とは、反抗的態度が強く現れる時期。 3,4 歳の頃を第一反抗期、自我の独立を求める青年期初期を第二反抗期という。なんか今までもう頑張れない。寝てる時は喋るのに。ねえ、どうこれ双葉、キャラモノはもう卒業かな。クールだね。人参をふん切って、じゃがいもに赤しそをぶん混ぜる、ぶん混ぜる。豚肉に梅干しを塗りつける。あなたがそういう嫌な態度を取るなら、私もあなたが嫌がることをします。
態度を改めるまでね。あ、高校入学おめでとう。は？新入生の皆様、入学おめでとうございます。入学を心から歓迎いたします。さて、皆さんの夢は何でしょう。皆さんは将来何をしたいのでしょうか。高校時代というかけがえのない時間の中、このことについて。そろそろね。高校入っても知り合いばっかだね。だね。お腹すいた。あと5秒。これ。なにこれ。え、なになになに。赤ずきんちゃん。超プリティな赤ずきんワールドじゃね。嘘じゃない。私保育園の時作ってもらったけど、全然これより簡単だったわ。うちも。インスタバークールキャラやめたの。こういうこと。どうだ、うざいだろう。何か言いました？あ、いえ、別に。八丈島。私たち親子が住むこの島は東京です。正式名称、東京都八丈町。人口約7500人。東京から南に287km、飛行機で55分、船なら10時間。2つの火山が合体してできた氷炭型をしたこの島は、縦 14km、 横 7.5km、 山手線の内側と同じくらいです。東京なんですが、東京とはちーっと違います。電車ありません。コンビニありません。大学ありません。でも素敵なものたくさんあります。青い海、自然がいっぱい、優しい人たち。この島の人たちはみんな挨拶が大好き。そして漁山、漁業用サンダル、略して漁山。滑りづらくて履きやすい。どうです、この品揃え。今年のカラーはピンク。長くない？ともかくこの島を舞台にした私と娘の高校卒業までの3年間にわたるバトルの記録なんです。大げさすぎじゃない？まあそうかもしれませんね。これお弁当。こういうのやめて。喋った。
こんにちは、スギちゃんだぜ。こうして嫌がらせ弁当を作ることになったそうなんだぜ。ワイルドだろ。なにこれ、スギちゃんじゃねえ。クソワイルドじゃねえ。どうしてスギちゃんかわかんないけど、すごくない？すごいすごい。続ける気、うん、ちょっと待って、見て。でもキャラ弁のネタを考えるのはなかなか大変なんだぜ。二日酔いの日には苦しい、何にも思いつかない。あっさりしたもの食べたいな。あっさりしたもの、あっさり。おお、なにこれ、酒茶漬けじゃね。長谷屋だ。うざ。内職の日には、そろそろボンド変わんないとな。忘れないようにしないとな。そうだ、うわ、何これ、ボンドじゃない、待って待って、でもこういうボンドじゃない、うん、あ、ま、眠くてどうしようもない日にはネタが、なんでこんなに悩まなきゃいけないの。だんだん腹が立ってきた。そうだ、おお、見えない見えない、なにこれ、貞子じゃね、貞子だ、貞子ね、よくわかんないけどお母さん相当怒ってんね。嫌なら食べなきゃいいのに。もったいないけど残しちゃえば。負けるみたいで嫌だ、鬼に。お疲れ。俺にもキャラ弁見せて。え、あ、いいよ。すげえな。喋るね、うん、あんたは何かあるたびにギャーって騒ぐけど、双葉は何考えてるかさっぱりわかんない。反抗期ね、そのうち終わるでしょ。あんたいつだってそうでしょ、続いてんじゃない。だからアパート借りて住んでる。それにしてもよく続くね、嫌がらせのお弁当もう3ヶ月、はあ、それがさ、ネタつきちゃってさ。あ、なんかいいアイデアない？あるよ。何？メッセージとか入れたらどう？メッセージか。ああ、書かせよ！おお。
가다 싸고 와 이거. モジマル、サラは片した方がいいと思うぞ。ほっといてよ。ふたばちゃん、サラは片付けた方がよかんのわよ。は。ごちそうさまでした。せっかく時間をかけて作ったキャラ弁、誰かに見てもらいたいという欲求が湧いてきてブログを始めました。読者もどんどん増えてきました。ああ、え？小島よしおです。ウェーイ。ここは東京。あ、八丈島も東京ですね。下手こいた。これから熱心な読者になる人を紹介します。はい、おっぱっぴー。パパ、おしっこ。うん、自分でできるだろう。お化けが出るから。いや、じゃあちょっと待ってな。ああ、分かった。ああ。カズくんのお弁当、顔みたいになっててめっちゃ美味しそうなんだよ。そっか、めっちゃ美味しそうなのか。ミキちゃんのサンドイッチなんて笑ってる。パパのお弁当、ミートボールとシューマイばっかりでごめんな。あ、パパのお弁当も美味しいよ。ごめんね。はい。あら、随分大きなおならだな。パパだろ。バレたか。なんじゃこりゃ。こんにちは。こんにちは。あれ、双葉は先帰りましたよ。え、あ、部活は辞めちゃいましたけど。え、あ、じゃあお先に。さよなら。行くよ。部活やめたんだって。ちょっと、やめても続けてもどっちでもいいけど大丈夫だな、あんた。何したいの？言っても無駄。なんなのその態度は。何口開けりゃ無駄無駄無駄、何もやってないでしょ。
これ落ちてたよ。見てないよね。何が？ポエムね。クールなスタバちゃんも書くのね。うん、私も書いてたな、あの頃。あ、思い出した。恥ずかしいわ、背筋ゾッとするわ。だよね、あんなの見られたら死んじゃうな。トイレ入ってんの見られちゃうぐらい恥ずかしい。何その言い方。おばさんね。おばさんよ。でもさ、他に深刻な悩みとかあるんじゃないかなと思って。心の闇みたいな。出た、香りの心配性。そうだけど。なんか喋ってよ。初めまして、最近読者になりました。今度真似して作ってもいいですか。東方料理ベタのシングルファザーです。へえ。ご愛読ありがとうございます。どうぞどうぞ、ぜひお試しくださいか。よし。こんな感じだろ。え、もうこんな時間？ちょ、おお、おかずがない。いやー、マジか。ちょ、いただきます。うわ、なにこれ、ドミじゃね。大失敗でした。大変お忙しいとは存じますが、ご教示いただけませんでしょうか。東方こんな感じの親子です。え、いいですよ。ほう、ありがたい。お願いします。最初は簡単なキャラ弁から始めましょう。まずは定番中の定番、タコさんウインナー。ウインナーを斜め半分にカット。4本の切り込みを入れて足にします。火が通って足がよく開いたら OK。 おー、食材は色に注目。5色は使うと栄養のバランスがいいです。ウインナーの目はスライスチーズをストローで型抜き。余ったチーズはもったいないので食べましょう。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃい。あけんたろう、お弁当
エンジョイ。じゃあお願いします。おはようございます。めっちゃ簡単。タコさんインナーに見せかけて違うものじゃない？うん。確かに。食べてみて。待って。いやタコさんインナーだ。なんで？なんで？嫌がらせには来たんじゃね？え？ほら、いきなり部活やめちゃうし、わけわかんなくなったのかも。いや、まあ、違うって双葉の行動謎だもんね。ねえ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 、これ見て。東京のシングルファーザーにキャラ弁伝授。なんかかっこよさげじゃね。こういうことか。シングルファーザーとシングルマザー。え、なんかいい感じ。はあ。よ、何やってんだ。あ、達夫、お昼食べてる。まだキャラ弁続いてんのか。え、今日のはなんか雰囲気違うな。大人の事情があるの。え、いや、なんでもないよ。にしても愛されてるよな、母ちゃんに。俺弁当作ってもらったことない。いつも購買。まあ、三度の飯より太鼓が好きな俺にはどうってことないけどな。あ、ちょ、いただき。ねえ。なんだ。よし、やるぞ。はい。はい、やっぱ興奮しない。なぜに脱ぐ。見てるばっかで。え、小さい頃から好きだったんでしょ、幼馴染のご近所さん。普通科のさやかと付き合ってるっちゅう噂もあるよ。もっと積極的になんかしたらお母さんに負けちゃってるよ。関係ないよ。達夫くんかっこよくなったね。え、昔はもやしっこで、もやしが好物でもやしばっか食べてたけど、今は太鼓が似合ういい男になったね。もうじき夏だな。はじけちゃいねえよ夏。うざ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 。6回も言ったな。ねえ、どうだ。何か言いました？はい、何も。よし、いただきます。いただきます。健太郎、健太郎、大丈夫だ。ほら、こちらで。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。ママ、どうしたってくれるの？僕が泣くから、言うこと聞かないから。ママが帰ってこないのは、健太郎のせいじゃないよ。大丈夫。ママ。大丈夫だから。もう。しばらくなかったんですが、どうもこんにちは。やっぱり男親一人ではダメなのかと。すみません、こんなお悩み相談室みたいな話。あまりお気になさらず。はい。と言っても気になりますよね。私も12年経ってるのに未だに新助さんと同じように思ってしまいます。で、こちらもお悩み相談室みたいですね。実は半年ほど前に妻を病気で亡くしまして、突然のことでした。息子は
自分のわがままや泣いたりしたせいでいなくなったと思い込んでいて、差し支えなければ教えてください。香織さんはどんな事情で。双葉、私ん家で泊まる。ご飯も食べます。もっと早く教えてよ。自分で言いなさい。ああ、うざい。うざくてたまんない。梅雨の雨よりうざい。もう。そういう時は逃げるのも大事ね。ほら、ご飯ご飯。オムライス。いただきます。娘たちがまだ小さかった頃です。あの頃は笑いの絶えない明るい家族でした。夫は子供たちが大好きで、子供たちも夫が大好きで。ある晩のことです。夕飯を作っていたんですが、塩を切らしちゃって夫に買い物を頼んだんです。そしたら信号を無視したトラックとぶつかって、私があんなこと頼まなければ、そんな気持ちを抱えているのがしんどかったんでしょうね。父親がいなくてもちゃんと育てられるとか、夫がいる時と同じぐらいの生活をさせてやらなくちゃとか必死になって。はい、タバ、姉ちゃんの言うこと聞いてね。タバ、歯磨きよろしくね。頼んだわよ。じゃあ行ってきます。熱下がらないね。でも行かないとな。若葉、後でパジャマ着替えさせてね。行ってきます。でもそのうち上の子から SOS が。お母さん、どうしていいかもう分かんない。何？お母さんがいなくなると双葉すごく泣くの。泣き止まないの。私も苦しくなって、うん、おいで、おいで。何も気づいていませんでした。ごめんね。貧しくても一緒の時間を作りたい、そう思って仕事を減らしました。やっと甘えさせてやれると思ったのに。違いますね、私が甘えられると思ったのに。そしたら反抗期になっちゃって。なんで？お店で食べようよ。で、私もムカついて嫌がらせのお弁当を作るようになったんです。なんだか男の子が好きな女の子にいたずらして気を引こうとするみたいですね。まさにそんな感じです。でもずっと気になってるんです。甘えたい時に甘えさせることも、反抗したい時に反抗させることもできなかったことが。お互い頑張りましょう。そうですね、頑張りましょう。よし、しみじみなんかしてらんない。娘の変な態度が変わるまで私の嫌がらせは終わりません。お久しぶりです。日本ヘリキテル連合です。来る日も来る日も嫌がらせのお弁当作りは続きました。雨の日も風の日も。お弁当に天気関係ないんじゃない？雪の日も。八丈島雪あんまり降らないんじゃないの？お弁当作りは休むことなく続き、いよいよ3年生。矢のように春が過ぎ、あっという間に夏が過ぎ、秋になりました。卒業まで半年、いろいろ決めなきゃ。ダメよ、ダメダメ。どうすんの？卒業したら進学とか考えてんだ、ちゃんと教えてよ。何にもできるわけじゃないけど、まあいろいろと調べることとかあるからさ。人が喋ってる時に。あ、今日ね息抜きの日だから家事交代よろしくね。
あ、この間さ、掃除したでしょ。でも、ほこりがそこら辺にパーッと溜まってたの。掃除の目的っていうのはね、細かいところとか隅々をきれいにするっていうね、聞いてない。しかし、あんたのお弁当よく続くね。ああ、双葉が態度改めるまで続けるって決めたからね。決めたことは、やり抜く。子供たちのためにも、手本になる親にならないとね。言ってることは正しいけど、それが嫌がらせでいいのか。でもここまで来たら卒業まではやり抜きたいって気持ちはあるんだけどね。双葉ちゃんにとっては迷惑だろうけどね。あんたもさ、そろそろ子離れして自分の幸せ探したら。私は幸せだよ。あ、これすっごいし、やっぱりもう一回おかえり。あれどうなったの、東京のシングルファーザー。どうにもこうになるわけないでしょ。そんなのわかんないでしょ。ねえねえ、何ねえってやめてよ。ねえねえ、双葉ちゃんって島から出んの、残んの。それが分かんないのよね。でもとにかく進路は早めに。確かに急かされる、イラッとなるわな。心配なのは分かるけど、うざいよね。あ、エイコ推薦どうなった。うん、うまくいきそう。大学でも合唱続けられそうだしさ。私はやっぱ専門行くことにした。看護師か。双葉は考え中だ。考え中。考え中というのは正しくもあり正しくもなく、まるで考えがまとまらないのだ。何をしたいのか、島から出たいのかどうかも、いつの頃からかそんな気分が続く。好きなことも見つからず、好きな人に告白もできず、友人たちといる時は楽しい、でもみんなが自分の道を見つけていくのが眩しい。私は宇宙の中、私は一人。そうなのか。え、宇宙には他にも生物がいるらしいぞ。火星人とか。あ、そう。何してんの。あ、たまにここに一人で来て練習するんだ。重くないの。うん、全然。ここに来ると嫌なこと全部なくなる気がする。うん、双葉もか。え、ああ、うん。そういえばさ、昔よく二人でここで遊んだよな。そう。いや、ほら、そこの坂ゴロゴロ転がる遊びしてさ、それでお前止まんなくなっちゃってさ、俺がドッて滑り込んでキャッチしたよな。なんかあったね。卒業したらどうすんだ。考え中。画像は？俺は八丈太鼓で世界を目指す。ニューヨークとかアメリカとか。でもまずは東京だ。今度東京で全国高校生太鼓大会があるんだ。ちょうど島祭りと同じ頃。そこで優勝して日本の頂点に立つ。まずは東京でしっかりと基盤を作る。すごいね。すごいだろ。ここも東京だけどな。うん。こちら希望します。ねえ、 IT 系に興味あったっけ。東京なら何でもいいみたいじゃね。まずは東京、東京で仕事をしてしっかり基盤を作れ。よし。健太郎の
こう「た」と「ろ」が右左逆になっちゃってるね。それでこの「ん」を抜けちゃってるから「けたろう」ってなっちゃってるんだよな。よし、もう少し練習しよう。明日やるよ。そうやって明日明日ってやらないじゃないか。今やるの。明日からやるよ。今やるの。来年から小学生だぞ。自分の名前もひらがなで書けないようじゃケンタロウが困っちゃうんだ。パパはケンタロウのために言ってるの。カズ君もミキちゃんだってみんな書けるぞ。パパのバカ。おおい、ちょ、バカっていうかバカなんだぞ。おい、あ、そうだ。いただきます。あ、あら、頑張れ、ケンタロつでもちゃんと育てられるよう頑張ります。頑張りすぎないで頑張ってください。よ、スタバ。うん、何？明日東京行く。全国高校生太鼓大会で頑張って。お、死ぬ気で頑張る。祭り行けねえの残念だけどな。あ、そうだね。あ、卒業したら双葉の東京行くんだって。え、あ、うん、うん、東京で会えるといいな。あ、ここも東京か。じゃあな。お、いいの？え？達夫は明日飛行機で出発。何かしちゃいなよ。あ、ね、ね、キャラ弁作ったらどう？ね、お母さんに伝授してもらって。もらわないから。なんだって。なんでよ。いいじゃん。もらわないから。そして混ぜて。で、今度は白ごまを入れまーす。そしてごまを分混ぜて。あれどうやんの？いたの。何？なんかあの糊で字書いたりするやつ。キャラ弁作るの？達夫くんでしょ。わかったわかった、教えてあげる。はい、さて、ここまず書きたい文字を、はい、書いて。そしたら真下に糊を敷いて、で必ずこのクリップで留める。じゃないとずれちゃうから、切るとき。はい、そう、上手上手。丁寧にね。あ、あ、大丈夫大丈夫、これノリでね、つなぎ止めれば平気だから。そっか、うん、一番大事なのはね、美味しく食べてっていう気持ちを込めて作ることが大事なの。
おたおさんともねお弁当作って付き合うことになったからね。うん、もうちょっとここら辺からやった方がいいかな。できた。いいじゃん、いいじゃん。いよいよ明日が勝負の日か。じゃあそろそろ寝よっか。え、でも、うん、大丈夫。こっちは早く寝ないと肌に出ちゃうよ。うん、分かった。じゃあおやすみ。おやすみなさい。よし、もうひと踏ん張り頑張ろう。売れてる？売れてない？どっちどっち？ちょっといい？ここ見てて。はい、バンバン売ってね。おい、ロジャー。ふーたば、やっぱ作ってきたんじゃん。いや、もうすぐ出発だよ。頑張れ、ふたば。頑張れ、お弁当。じゃ、ちょっと。チャンスじゃね。ほら、ちょ、行ってきな。はい。ふーたば、これ食べて。お、これが噂の壁ドンか。はい、お弁当。ありがとう。だな。復活してたのか。まじまんじ。よいしょ。一緒に食べよっか。あ、はい、もちまるですが。谷山先生、こんにちは。はい。え、そうですか、わかりました。わざわざありがとうございました。はい、失礼いたします。
双葉、こんな時になんなんだけどね、会社落ちたって。でも頑張ったことは必ず何かにつながるからね。明日からまたゆっくりやろうね。早いね。よいしょ、止まった止まった。双葉、うちにいるから心配しないで。ほい、どうぞ。よいしょ、いただきます。ねえ、うちオムライス率高すぎない？自炊するようになってその謎が解けた。え、何？オムライス、月末に多かったでしょ。ああ、そういえば。うん、月末の家計の苦しい時に残り物でなんとかなるからよ。
高校生のくせに朝帰りか。あれ、すまん、燃やしました。燃やすだけじゃもったいないのでお芋焼いてみました。朝ごはんどうぞ。無駄なことなんて何もない。あなたが謝るまで襖はありません。ごめんなさい。はい、わかりました。お弁当そこ置いてあるから。いただきます。今週の分です。よろしくお願いします。ありがとうね。はい、やっぱり東京で仕事探してみる。応援するよ、頑張って。こんにちは、ダンディ坂野です。ゲッツ。頑張って就職先探したんですね。そうしたら一社だけゲッツ。東京で面接ゲッツ。はい、インフルエンザ流行ってるからちゃんとお茶でうがいするのよ。それから緊張したらね、人人人って書いてゴクっての。それじゃないかったら、まあ、玉ねぎをねおへそに入れてこうやってこうやって。しないから。そう、リラックスして楽しんどいで。うん、一緒にレストランやる。だってずっと一緒にいたいんだもん。本気にしてたわけじゃないけどさ。もう一回。なにぬねの。
もしまるさん、もしまるふたばさん。はい。もしま、はあ、なんかこっちが緊張してきちゃったな。どうかしました？あ、いや、なんでもないです。あ、お母さん、どう言って？ちょっと待って。どう言って？ちょっと、どんどん下行っちゃうから。では、自己紹介からお願いします。はい。もちまるふたばです。八丈島から来ました。私は、私はできることはそう多くありません。でも食べ物が好きです。食べることが大好きです。こちらの会社の体に優しいものが好きで、ぜひこちらで働きたいと思いました。せーの、よっしゃ。あ、ねえねえねえ、お終わった。結果は後日。とにかくやりきった。一生懸命やったことに無駄はない。面接の結果は合格。娘は卒業したら東京に行くことに。あ、ここも東京ですが。はい、どうぞ。うん、今年も本当にありがとうございました。さあ作ろう。はい。ほら、ちょっと混ぜ混ぜればいいから。大晦日を迎え、最高、初日の出。明けましておめでとうございます。新しい年を迎えると、もう卒業式までカウントダウン。でも進路が決まったからといって勉強をおろそかにしてはいけません。うん、あと4つ。やっぱうざ。あと3つ。水色。食べられない。あと2つ。分かった、寝言だ。そっか、後藤の字が横に寝ているから寝言か。ただのクイズじゃん、勉強関係なくなってる。残るはあと1つ。だからまだ終わりじゃないよ。卒業式が終わったら双葉は東京か。一足先にお別れか。卒業まであと4日。その間は授業も休み、お弁当も休み。最後のお弁当はなんじゃろね。ねえ。あら、こんな時期に雷、やばくない？うわ、なんでこんな時にやめるかな。たかも押さなきゃよかった。お母さん！
お母さん！タラ！お母さんどう？まだ検査中で詳しいこと分かんない。そう、休めばよかったのに、私のせいだ。お弁当だって作んなきゃよかったのに。お母さんがやるって言ったら誰にも止められないし。お母さんが双葉に作ったお弁当ってさ、あれみたい。子供の頃、お母さん毎日夜中まで仕事してて、私と双葉だけで寝てたじゃない。うん。で、朝起きるとお母さんもう起きてて、ご飯とかいろいろ支度してすぐ仕事に出ちゃったじゃない。全然話す時間もないからって毎朝枕元に手紙置いてあったでしょ。覚えてる？あの手紙みたいだって思った。え？話をする代わりに作ってたんじゃないの？お弁当。お姉ちゃんさっきまでいたけど仕事に行った。そう、心配かけたね。先生から話があった。脳梗塞の初期だって。すぐに危険な状態じゃないけど1週間くらい入院だって。そんなに。無理無理。双葉の声久しぶりにたくさん聞いた。そんなに休んでられない。ストラップの納期だって近いし、最後のお弁当だって作んなきゃいけないし、工場だって休んだら大変だし、ストラップの納期だって近いし。あれ？ダブったか。まあちょっと休めば大丈夫。あのさ、何歳だか知んないけど、もういい年なんだからさ。若い時と違って体も動かないんだから、あんたも気をつけなさいよ。はい、そうね。でもね、あんたっていうのはないんじゃない？虫か。でもお弁当は作る。うん、最後だしね。いらない。東京行くのやめる。なんかどうでもよくなった。めんどくさくなった。お母さんのこと気にしてそんなこと言ってんだったら、私は大丈夫だから。双葉が自分でやりたいこと決めたことが、お母さん本当に嬉しい。もっと自分の体気をつけるから。
自分ばっかり犠牲にしてさ、そういうのうざい。何やっても無駄だよ。どうせみんないつか死ぬんだからさ、何やったって無駄なんだよ。一緒にお店やろうよ。3人でレストランやろうって小さい頃約束したじゃん。レストランやろうよ。いい加減にしなさい。え？まだそんなこと言ってるの？赤ちゃんじゃないんだから。今更辞めるってあなたのこと選んでくれた人たちに失礼でしょう。社会人なんだから。そんなおままごとみたいなこと言わないの。それに店やるったってあんたに何ができるのよ。大したことできないでしょ。ここにあなたの居場所はありません。いつまでいてもいいけど仲直りした方がよくない？無理。顔合わせるとどうしても嫌な態度取っちゃう。そのまま顔も合わせないで島出てくの？おかわりありませんか？はい。じゃあ電気消しますね。ありがとうございます。卒業式明日だよ。そうね。そうねって仲直りしなよ。お見送り行きたいんでしょ？最後のお弁当作りたいんでしょ？もういいの。お弁当を捨てていたんですか？そうなんです。健太郎くんお弁当を食べずに捨ててたんです。ずいぶん前からだったんですが気づかなくて本当にすみませんでした。ごめん。いえ。ショーアイコです。ショーな。健太郎、先生から聞いたぞ。パパが作ったお弁当を捨ててたんだってな。なんでお弁当捨ててたんだ？ん？ほら、ちゃんと言わなきゃ分かんないだろ。健太郎。ママは話聞いてくれた。ママは僕の話聞いてくれた。パパは全然聞いてくれない。健太郎。おい健太郎。まったくもう無理しちゃって。ありがとう。でも丈夫かと思ってたんだけどね。寝る時間削ってお弁当を作ってるからだよ。ほんと親バカすぎ。でもね仕方ないのよ。
毎日こんな親になれたらいいなって思うんだけど、思った通りにいかなくて。健太郎、落ち込んでばっかり。健太郎、一人でちゃんと生きていけるような大人になれないかななんて思うんだけど、つい感情的になっちゃってさ、後悔してばっかり。健太郎、こんな気持ちにさせる子供が憎くて、でも可愛くって。食べな。うん、ムカつくんだけどね、愛おしくって愛おしくって、どうしようもなく愛おしくってさ。健太郎ごめんな。健太郎のためを思ってキャラ弁作ってたつもりだったんだけど、ただの嫌がらせになっちゃってたんだな。ママみたいになれなかった。パパバカだったよ。バカっていう方がバカなんだよ。あ、いや、パパは自分のことがバカだって言ってるんだからバカでいいんだよ。2回もバカっていけないんだ。だからさ、パパ、またお弁当作って、ひらがなの。え？頑張るよ。わかった。わかったよ。二人で一緒に頑張ろう。お腹空いたろ。なあ、帰ったらすぐご飯にしよう。うん。うん。よし、じゃあ行こう。あぶねえ。あ。健太郎。パパだろ。バレたか。健太郎が書きました。若葉、何？ちょっと手伝ってくれる？さあ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 、急がないと。あ、頼まれてた食材ここね。ちょっとでも具合悪くなったらすぐに連絡してよ。すぐよ、すぐ。絶対に無茶しないでね。分かった。じゃあね。若葉。あ？ありがとね。今度私にも作ってね。じゃあ。よし。おかわりありませんか？はい。じゃあ電気消しますね。はい。
何？謎の人物から謎の贈り物。よし、持った。謎のわけないでしょ。まあ、卒業おめでとう。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張れ。なんで最後の日にこんな、どうすれば、どうせ、なにこれ、何が入ってんの、重たい、重そうよ、手伝ってよ、大丈夫です、重い、すみません、重い、起立礼着席。ただいまから東京都立八丈島高等学校卒業証書授与式を執り行います。すごいね。あー、ごめん。食べよう。みんなも食べて。この食べれないからさ。じゃあほらみんな、いただきます。いただきます。ありがとう。嬉しい。どれ食べようかな。元気元気。家行ったらこれ置いてあったけど。ん？双葉じゃない？え？ありがたくいただきます。あ、なんかあったかいもん買ってくるよ。うん、ありがとう。
お母さんへ。高校に進学して初めてキャラ弁を見た時、友達はみんなすごい可愛いって言ってたけど、私は可愛いなんて思いませんでした。でもどんな時でも出来合いのものではなく手作りだったのはすごいと思います。家で夜中まで仕事してるのに朝5時ぐらいから台所でカチャカチャお弁当を作ってくれたこと、実は感動しています。おいしいって聞かれてもいつも何も言わない私ですが、お母さんの料理が大好きです。だから私は食べ物に関わる仕事に就きたいと思いました。東京に行きます。ここも東京ですが、いつか島に戻るのかどうか分かりません。でも悔いがないようにやってみようと思います。無駄なことは何もないと思えるように、顔を合わせると変な態度になっちゃうのでこうやって手紙にしました。小さい頃にお母さんが書いてくれたように。お母さんは最強最高に怖いし変なことばかりしてうざいけど、心の底から尊敬しています。お母さんのようになりたいと思っています。最後に、3年間きっちりキャラ弁でしたが、お弁当ありがとうございました。今まで私のためにやってくれたこと全てに感謝しています。反抗期娘より。安全運転でね。あ、あ、あ、
気づいた気づいた双葉愛してるよ。食べよっか。うん、食べる。はい、元気お母さんね。はい。よし、じゃあいただきます。いただきます。歩いて君の住んでるあの場所まで花を咲かす。
健太郎です。あ、挨拶して。こんにちは。こんにちは。あ、